イディーチオタクカード紹介。はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオスコです。ハレリアメディアの一徹です。ハレリアの杉です。大進です。はい、というこのコーナーでは、まあ、太陽の指輪とかね、ハトバの強化者みたいな有名なカードを紹介するのではなく、まあ、なかなかね、まあ、限定的なところでしか見ないような、まあ、俺しか知らないんじゃないかな、みたいなカードを紹介して、まあ、気持ちよくなっちゃうというコーナーでございますけども、はい、今回私、うん、まあ、ね、前回ね、オドリックの情報感を紹介しましたけど、あれで結構オドリックを使いたくなったって人も多いんじゃないかなと思うんですけど、確かにちょっとリスト、いやどうかな逆だからね、完全にあれがあるせいでオドリック使いたくなくなってるからね。そうというわけで皆さんにもこうね、オドリックで大活躍できるカードをご紹介したいと思います、はい、オドリックでこちらです、アマザラシのバンペイです。うん、じゃあ3マナ2号出た、防衛警戒到達トランブル出た4つも能力が、キーワード能力ですね。そしてこいつはですね、直前のそのプレイヤーターンの間に僕の方を攻撃したプレイヤーに防衛を持たないかのようにアタックできます、うん、で、こいつが攻撃するたびにターン終了時まで3シャン修正、うん、さらに破壊不能を得る、このね、キーワード能力4つ、さらにアタックした時には5つになる、うん、という素晴らしいオドリックのためにあるようなカード、うん、と言っても過言ではありませんが、一つ問題があります、はい、オドリックは防衛を飾りません。はい、知ってます。つまり4つです、最大、そうですね、ただですね、オドリックって結構ゆっくりなデッキで、うん、まあなぜかっていうとオドリック出す間にそのキーワード能力を持ってるクリーチャーを並べなきゃいけないから、そうですね、その間結構殴られたりするんですけど、うん、その時にこのアマザラシのバンペイがいればしっかりガードしていくせいで、しかも復讐としてね、アタックし返すこともできたり、それができればなんと破壊不能がついて地頭君が4つになる。これはもう素晴らしい顔ですよね。いや、この手の強いカードってやっぱりそのゼパルタとかなんですけど、うん、ゼパルタってあまりにも重すぎるんですよ。8マナ出ない、出るわけがない、うん、あれはです無理でした。そう、3マナで3つはねかなり良くて、スタジアに最強カードはあのログラフなんですけど、ゼロマナ3つだから、ね、そうですね。ただこのカードオドリックだけじゃないんですよ、これ防衛ってとこが結構ミソで、ああそうだよね、アルカデスという竜がいまして、かなり、ね、あいつね、防衛出すとワンドローできるし、うん、で防衛のクリーチャーアタックもできるってことで、うん、そのジェネラルにしておけばもうこれ無色で出せるんで、かなりしかもスペックも高い、うん、あいつね、なんかさ攻撃してこなくてもアルカデスがいるだけで勝手に殴れるから、うん、アタックのなんか 5-8? 5-8 破壊不能で勝手に殴ってくるんだよね、しかも警戒到達だから、うん、防御もしっかりしてる、破壊不能バン、まあむしろアルカデスの方がいいかもしれない。まあそうだ、俺もそんな、大体防衛書いてるキーチャーあっちの方が強いからね。まあそうだね、っていうこともあるんですが、まあかなり皆さんぜひオドリックで使ってみてください。ということで、アマザラシのバンペでした。はい、綺麗に終わらせたよ、うん、いいね、霧がよく、はい、まあね、テスさん、僕は今回割としっかりと今のうちカードを持ってきました、うん、おー、はい、それがこちら、アンダーダークの裂け目です。おー、ご存知ですか、アンダーダークの曲名みたい、アンダーダークの裂け目、名前からしてまあ多分 D&D、 そう、おっしゃる通り、これは D&D の逃走者デッキに入っていたカードなんですね、うん、で能力がですね、これトッチカードです。タップすると無色マナが出るのと、うん、5マナタップでこれを追放するまでが起動コストで、うん、10面ダイスを振ります。おー、ナイス、そんな単語が出てきたよ、はい、10面かしかも、うん、そしてターゲットのアーティファクトかクリーチャーかプレインズウォーカー、そのオーダーのライブラリーの X 番目に置きます。はい、 X は振ったダイスの結果。あ、先生、先生、はい、もう分かりました。はい、これは絶対アオフの除去するカードですよね。大正解です。まあ、だろうな。もっと言うと、ヌルロットを触ることができる珍しい無色のカードですね。おー、確かに、確かに。アウフって意外とどうとでもなるんですよね。プラス3マイナス3修正するインスタントがあったり、隕石2点飛ばせるアーティファクトがあったりとかで、アウフはなんとかなる。で、石のような生殖もウギンとかでなんとかなる。色がついてる。いや、色がついてるから。でも、ヌルロットが一番触りにくいんですよね。これは、これはアーティファクトにも触れるので。素晴らしい。あとは、爆発域と、殲滅学入門ぐらいなんですね。一種三セコン。重いんでね。ヌルロットがあるときは、ね。不安定なオベリスク。これの起動コスト見て重いって言われても、納得できないと思いました。そうですね。どうする、でも、はい、X1 だったら、X1 だったらどうする、1だったらライブラリの上に行きます。でも10面ですよ、10面振ってるんですよ、うん、1が出る確率は 10% なんで、まあでも2も出る確率も 10% なんで、うん、はい、まあもっと言うとこれ操作リタイミングしか機能できないから、まあ、エンド前に除去して次のターン大きく動くぞみたいなこともできません、はい、がもう無職はもうとにかく言ってられないのですというわけで入っております。ただぶっちゃけた話、これはヌルロットを除去するためっていうよりかは、コジレックあと1回ダメージ通れば勝てるっていう時にブロッカーを減らすとか、うんうん、っていう風に使われることがぶっちゃけ多いです、うん、だけど用途広そう、用途広いです。これね、プレインズウォーカーにも触れるので、え、確かに、うん、
珍しく。本当だ。そう。クリーチャーとアクティバクトとブレインズウォーカーです。なんで演者とされないのに、ブレインズウォーカーされない。なので、僕はこれでアショクを除去して、ライブラリーからサーチして、無事コンボを決めて勝った。っていう経験もありますね。まあでもなんかあれだな、うん、無職でしか使わない感じがするけど、うん、まあ、意外と2色くらいだったら暇つぶしに入れておくと、まあね、入れてもいいな、うん、まあ赤タン黒タンにはこれ入れることもありますね。まあ、ちょっと一つ気になってることがあるんだけど、はい、一徹さんは別に世間に茶炭の楽しさを布教するより、うん、世間に茶炭の苦しいを見せてるかなと思ってんだけどな。使いたくなるプレゼンじゃなくて、話して、いや、救いたい。今、茶炭で苦しんでる人たちも。茶炭で使いを救いたい。なるほど、ね。の結果、これ。じゃあ、いい一枚ですね。で、肝心の今のうちポイントなんですけど、統率者デッキに収録されてるカードです。あ、う、あ、ん。で、かつ、D&D コラボのカードで、ここに固有名詞が入ってるんですね。アンダーダークと、うんうん、これマジックの言葉ではないので再録されにくい。再録されてるけど再録されてますね。そう、実はザリストに再録されてるんですけどこれどのザリストかどのザリストかご存知ですか？バルダーゲート。そうです。俺ザリストマスターなんで覚えてます。すごいっすね。はい、というわけで、でじゃあバルダーズゲートそんなに向かれたのかというと、うん、まあ、セットブースターしか出ないですからね。そうなんです。だから実はこれ世間にある枚数が少なくて、いざ欲しいとなった時に見つからねえということになりがちな、ミンスクとブーってこと。ミンスクとブーなりがちな要素を揃えている。じゃあこいつもしかしてミンスクとブーの上位ではないけどではないけど、いやでも俺も買っとこうかなとは思ってる、うん、そう、これはね1枚ぐらいあってもいいですね。どのデッキにも入るし、まあ、というわけで、まあ、今のうち要素はかなり揃えてるんで、うん、はい、持ってない人は今のうちだぞということですね、うん、はい、はい、じゃあスギちゃん行きましょう。これね、これね、うん、使った時にすごい楽しいなって思ったカードを、うん、今回紹介したいんですよ、はい、周囲の圧力。お、名前がいいね。嫌な言葉です、ね、日本ですね、日本の社会みたいな、急に重い。なんだろう、なんかしんどいな。多分日本人がそんな好きじゃない言葉か、まあ、なんだろう、まあ、なんか同調圧力みたいな嫌な言葉なんですけど、まあ、能力はですね、なかなか不思議なカードになってまして、青の4マナソーサリーでクリーチャーのタイプを1つ指定します。すべてのプレイヤーの中で、その指定したクリーチャータイプを自分が一番多く持っていたら、対戦相手の持ってる指定したそのクリーチャータイプのクリーチャーをすべてコントロールを得る。例えばなんですけど、自分が、まあ、例えば人間って言いました。人間を指定しました。で、自分の場合人間が5体います。彼の場合は人間が1人しかいないです。ってなると、その宣言した種族を自分が全部持っていく。だから相手の1人ずつの人間を全部持っていく。はいはいはい。自分が一番人間を持ってるから人間の圧力に負けてることが、なるほどね、なるほどね、本当に同調圧力に負けるタイプ。なるほど。まあでも実際じゃあどのぐらい部族でも、部族デッキが部族デッキと戦わないと役に立たないカードじゃないですか、うん、イメージとしては、うん、ただ統率者ってそんなことはなくて、自分がデッキの形をある程度固めていれば、うん、逆に対戦相手のカードを一方的にコントロールられるカードなんですよ、うん、例えば自分が人間で固めていたら、うん、対戦相手が出してくるサリア、対戦相手が出してくるドラニスのハンジとかを最も簡単に手に入れる手段になる。すげえすげえすげえ。っていうか、青だと例えば青緑のエルフのデッキ、うんうん、白系の白青白の人間系のデッキとか、うんうん、そう、例えばまあなんかそういった赤青のウィザードとか、うん、結構汎用性が高いようなやつが持ってるクリーチャータイプを、うんうん、のデッキメジャーなでもらえるんだ。そう、メジャーな部族で使うマイナーカードって何言ってんだって感じの、うん、相反する。最近、うん、なんかウィザーズ渡してるカードのなんかとある傾向がやっぱ部族が細かく分けてるよね、うん、なんか人間ウィザーなんか前のなんかパーティーとかもあって、うん、なんか人間ウィザードとか大体人間でありながらなんか別の役職、うん、別の役職持ってる、うん、なんかこれ多分この旧時代のカードだから、その時代でまだそんなに器用なクリーチャータイプが持ってなくて、サブタイプ変更の前だもんね、多分。そうそうそう、そのカードですかね、うん、そう、これで多分今話変わりましたよね。え、これ、え、これの方が今のうちじゃない？こんなカードで。これちなみにね、こんなカード呼ばれやめてください。いや、大事なオープン、大事な、大事なヌロットに触れるカードなんです。これちなみに青白系の人間メインのデッキとかでよく使うんですけど、一番最近入ってたのはゴールドバックっていうトランスフォーマーの、うんうん、自分はロボットなんだけど残りは人間っていうデッキで使ってたんですけど、人間なんだけど相手と人間の数が同じだと荒探し始めるんですよ。俺の兵士、兵士、相手はレースとなんか、ああ違うみたいな、一緒に荒探し始めて、そうそうそう、職業で人を見てる。そうそうそう、ずっと荒探し、あ、このタイプだったら取れそうって。そう、それは結構いいんだよね、うん、え、これおもろいな、うん、え、何マナ4マナ、まあ全然ありえる、うん、4マナで1体以上の、その2体以上のコントロールダッシュできたらかなり強い、かなり強いカードとして、しかもずっとですもんね、永続です、これ。じゃあほら、昔のカードだから下のところにこの効果は永続する。おー、単位として終わらない、安心安心ね。え、なんなら本当にドラニスのハンジとかこういう人間なんかうざい、うん、いいね、いいね、カードを持ってくれるからすごくいいな。多分ね、
エドリックとかはすごい強いと思う。自分がエルフとかにちょっと寄るじゃないですか、うん、マナファクマナエルフとかでエドリック寄って、で対戦相手のマナを伸ばそうとかしてる手段とか、うん、対戦相手のエルフとかを全部一気にいかめられる、うん、しかもアタッカーに変えられる、うん、マーフォークとかウィザードとかも、マーフォークとかでデッキ組んでたら必然的にウィザード寄りになるじゃないですか。確かに確かに、えこれすげえ使いたい。これはね久しぶりにこれのデッキの構築にもちょっとスキルが必要。これのために構築したいですよね。だってほらビーストじゃないですか。ビースト、お、お、青いし。ビースト、相手のビースト全部ガンパクリできますよ。鳥とかも。そう、ガメラマスの鳥も。あ、そう、相手のババラ全部取れる。すごい、すごい。なんか前回祖母を紹介してた人とは思えない。すごい。前回もだって無筋力とか何してんだこいつ。めちゃくちゃいいカードじゃん。そう、面白いですよ。いいね。これね結構ねみんなで使い合ったら多分相当とんでもないことになるから。すげえ、なんかオタクカード振り切り方がちょっと分かんないよ。めちゃくちゃいい。でもこれも自分でデッキケアしなきゃいけない。そう、うん、流行ったらだからもしかしたらみんなこれがね入れてる友達とかいたらね、同じようなテキストでも種族を分けた方が良かったり固めた方が良かったりする。確かにそんな時代が来ると面白いですね。なんかみんなを同じ部族にするとかなかったか、ありますよ、あるあるある。青ね、そうするともう単純にあの数がもういいよ。もう何だろう、もうあれですね、もう民主主義ですね。集団強制。そう、集団強制始まっちゃいますね。いや、いいな、使いたい、これめっちゃ。もう今すぐ、今すぐカート入れよう。これね、今すぐカートに入れて、皆さん今すぐみんなで圧力をかけていきましょう。お前の割にめっちゃいいカート。こちらね、周囲の圧力です。いいね。はい、じゃあ大臣、今回は私もね、また土地を持ってきました。はい、こちらです、アリーナ。お、マナで。あー、そうですよ。そう、なんと旧時代のカードなので能力ついたんだけどマナ出ないです。で、あるあるある、あるあるだね。で、まず能力ですね。3までタップして、私がコントロールクリーチャーを1体対象とする、うん、といずれの対戦相手1人やる、そのクリーチャーをコントロールクリーチャー1体を対象とする、それならクリーチャーを格闘する、うん、まあ格闘、格闘で格闘する。何が強いというと、まず土地であることです。土地を置いてるだけで毎ターン起動できる、うんうん、あと今別にマナが出ないのが昔からデメリットとかでずっと言ってるんだけど、闇矢が出たじゃないですか、緑の闇矢とか、これが出ることによって全色出る可能性あるかなと俺は思ってましたよね。これ闇矢アーボーグ、そう、別にまあ島はちょっと微妙かもしれないんだけど、うん、まあ、平地と山で良くないですか、うん、これがあったらこのカードの強さも自然レベルアップする、うんうん。あとね、破壊不能のジェネラルと相性もいいし、ああそうだね、おお、確かに確かに。毎ターン毎ターンもう自分のクリーチャーがなんか神たち、あの軽減がしたらパワーバカ高くて、うん、でもミトタンとか白タンとか除去やっぱちょっとそこまで足りてないなので、うんうん、これで毎ターン毎ターン格闘できると、うん、すごく美味しいなと思う。なるほど、うん、私も最初はね、あのガーゴスでこういうバカでかいジェネラル使って、うん、毎ターン相手のクリーチャーを除去しながら自分のクリーチャー殴って勝つ、うん、というデッキにめちゃくちゃ相性いいかなと思います。カード古すぎて知名度が低いんですよ、なんか、うんうん、確かに使われてない。一応それあれか、タイムスパイラル、タイムスパイラルの最初の最初はね、なんとプロモなんですよね。そう、プロモ、その辺のマークはね、鉛筆みたいな、マネシスみたいなマーク、うん、最初初版のマルクビトと同じ、うん、あのマークで意外と知られてないです、うん、本についてきたやつですね、うん、そうそうそう、うん、これで本当に EDH で、あの自分が特にカジュアル族ジェネラルがパワーでかくてクリーチャーがでかいタクの中にこの1枚があると結構場が変わるじゃないと思います、うん、毎ターン絶対アドバンテージ稼げる。自分のクリーチャーがでかいなら相手のブロッカーが減ったら自分の攻撃が通りやすくなる、これで勝利につなぐかなと思います。めちゃくちゃいいな。確かに、うん、まあ、マナ出ないのがデミルなんだけど、これをカバーできるカードが実はね最近もできましたね。自分のクリ、うん、土地が全てのような基本土地タイプを持つカード、ああやったやった、こういうカードも最近増えてて意外とマナが出ます。確かに、イーシャのドライアドもいて、そう、あとあれか最初のトローローマーク、これで色が出るならもう本当にデメリットなしで使えたらすごくいい1枚かなと思います、うん、改めて使いたいね、うん、いや本当に知ってはいたけどって、うん、そう、強いです、強いカードです、うん、ということで、はい、今回はこちらの長く漏れカード揃ってると思いますが、うん、よかったら皆さん使ってみてください、はい、ということで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。トレデットロップ、お疲れでした。ハレリアメディアの一徹でした。ハレリアの杉でした。最新でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。